はい、皆さん、こんにちは。おりょうです、えー。今回は視聴者さんから送っていただいた動画に、えー、私なりの視点でね、えー、コーチングのお話しちょっとやっていこうと思います。まあ、あくまで私視点だったらこうやって考えた方がいいかなっていうお話ですので、えー、っと、まあ、それ以外にもね、気づいたことなんかがあればコメントなんかでいただけたらと思います。さあ、最初は動作チェックかな。はい、えー。というわけで、コールタワーのマップ。 にについてまず最初にお話ししようかと思ったんですがそれよりも先に、えー、と今発電機触っているところについて、えー、と簡単にお話をしていこうと思うんだけど、えー、発電機触った時必ず破滅チェックしましょう、えー、といつも言ってるんだけど破滅をチェックする理由 まあ単純に破滅が強いパークだっていうのがあるので、状況によってはね早めに壊しておきたいっていうのもあるし、えー、と実はそれだけじゃなくて、そのキラーさんのパークを予想していくっていう作業を、えー、とこうね慣れていけばいくほどやっぱりやっておくべきで、えー、と例えばキラーさんが終盤型構成でしたっていうパターン、えー、これ結構あると思うんだけど、それがまず、 途中中の時点で見抜けてるかどうか、これすごく大事になってくるし、場合によってはキラーさんの4パーク特定ができたら、通電後、ノーアンないなとかっていうので、ノーアンがないと想定しての立ち回りができたりとか。 えー、というところにも繋がってきます。特にだけど、初心者体、えー、あるいは冷凍で行くと、まあ今はね、スキルレーティングが発動してるんで、まあ冷凍中間以下とかぐらいだと、どうしてもキラーさん、ノーワン頼みの、えー、試合展開になるパターンとかっていうのも結構あったりすると思うので、えっ、ー、と、破滅チェックをして、まずその推測をしていくっていうのが必ず大事になってきますので、そのポイントもね、えー、一つ押さえといていただけたらと思います。はい。で、えっ、ー、と、今、右奥、えっ、ー、とー、 発電機の位置見えてたと思うんだけど、ちょっとマップね、今回一通りざーっと見て、私が判断できるところのポイント、えっと、いくつかありましたんで、ちょっとお話ししておきます。で、えっと、ごめんね、ちょっとマップ分かりにくいかもしれないんだけど、この六角形、これ丘です。これ丘ね。で、最初リポップした位置がここ、この辺。 にリポップしてこう来て今キラー小屋の前の発電機このなんか十字のこのマークがえーと今回発電機生成のポジショニングーマークしてあるんだけどえーとコールタワーの場合ってキラー小屋から南に下っていってこの辺に今板が2枚あってで今回してる発電機の向こう側にも発電機が1台ありました要は 今見た感じだとここ三大直線で発電機並んでいるのでここの真ん中を抜くっていう判断これ意識して触ってたかどうかわかんないんだけどこれが意識的にザーッと走ってみた感じでえっとあ三大並んでるじゃあ真ん中抜こうっていう判断であればなおいいかなって思うんだけどいずれにせよ今ここの発電機触っていますで キラーが仮に、えー、来るとしたら、これ確実に南側から上がってくるだろうなっていうのが予測できるので、えっ、ー、と、まあ、キラー小屋から発展するのか、あるいは目の前のね、えー、発電機付近の板から発生するのかによって展開変わってくるんだけど、えっ、ー、と、コールタワーのこれ特徴として、えっ、ー、と、ここのキラー小屋で、えっ、ー、と、ジャングル、えっ、ー、と、この角の丸い四角、えー、これがジャングルになってます。4つだね、今回は。ざっくり4つ、えー、主要ポジにはあるんだけど、 キラー小屋から南に下っていくこっちの流れで固有経由して固有の反対側のジャングル、えー。ここまでの流れがめちゃくちゃ強いです。これめちゃくちゃ強い。で、えー、っと、五大チェイスの聖地の一つでもあります。マクミランケートとかオートヘイブンは五大チェイスしやすいよっていう話、私たまに配信でしてると思うんだけど、めちゃくちゃしやすいところになってるんだけど、その中でも一番強い派生系のポジション。えー、この流れです。なので、 L 字のタイプのチェイスで強いポジショニングっていうのがそれぞれある形になっているので、ここの流れを意識してキラーが来た時にチェイスを始められるとすごく強いです。逆に右上ポジすごく弱いです、まあ。まんと、今回はここにもジャングルあるんで、 えっと、まあ、チェイスとしてはね、発展させていこうと思えば一周ぐるっとはできるんだけど、真ん中近辺、えー、特に右上、えー、ここらがすごく弱くて、えー、こっち左側半分と,、えー、っと右下、このあたりを、要は L 字の感覚で、えー、チェイスするっていうのが頭に浮かんでいるとすごく強いです。あと、まあ、それに関連して発電機ポジションをしっかり抑えていくっていうのが大事になってきます。 はい。で、今、えー、オブセッションみんちゃんが、えー、動いてますね、ということで、えー、っと、この、オブセッションマーク、まあ、しっかり見とくのが大事なのと、えー、っと、マークが止まりました。で、今まだ誰も周りに見えないよね。 はい。で、今、ミンちゃんがこっちから上がってきたねってことは、もうほぼ間違いなくキラー、あ、今、キラーが、えっ、ー、と、小指の前に見えました。で、こういうのもね、細かくチェックできてると、えー、キラーがどっちから来る可能性が高いかっていうのが、えー、判断できるので、どっちにかに逃げたらいいのか。今だと、まあ、画面の手前側だね。えー、逃げるっていう選択肢が、えー、浮かんでたら、OK かなと思います。さあ、1台目の発電機が完了しました。さあ、キラーが上がってきたね。 えっとー、自動罠だね。自動罠。キラーさん拾いに来てる感じではなかったと思うし、最初走ってる時、ここにキラーさんの姿は見えてなかったと思うので、えっ、ー、とー、このトラッパーは自動罠のトラップ、えっ、ー、とー、ウルトラレアのアドオンだね、をつけてるっていうのがこれでわかります。で、もう一つ、えー、右下だね、シーキョショが出ていますので、えー、一つ、キラーさんのパークがわかりました。 んこれライト狙わないのあ、狙わないんだね。で、ここ、えっ、ー、と、知能系発動してます。で、これで2つ、キラーさんのパークが、えー、今分かったって感じになってます。あのー、結構ね、えっ、ー、と、やりとりがある、あのー、リスナーさんなんだけど、今のライト狙わないの。持ち込みなのに。で、えっ、ー、と、はい。 ここで一つポイントなんだけど、さっき今ーンって、えー、っと、味方がね、トーテム破壊しました。で、最初に破滅チェックしてなかったから、正直言うと、この段階でもうパークの推測できなくなります。あの、例えばだけど、破滅があったのかどうか。で、今、血の恩恵があったってことは、血の恩恵を爆発した可能性が高くなるんだけど、もしそれがまだ残ってて、破滅が爆発してたパターンとかっていうのが、もうこれでわかんなくなっちゃうんだよね。で、 そ,そこにさらに言えばだけど不死があったのかどうかとか、えー、そういうところの,あの推測すらできなくなってしまうので、えー、最初の破滅チェックっていうのがいかに大事かっていうのが、えー、後々ね出てくると思いますので、まあ、極力ね破滅チェックしっかり行うようにしましょうさあでこれ今2人で発電機回してますで、えー、と結束つけてるんでもう1人のサバイバーどこにいるのか絶対チェックすべきだねうん さあ、左側で一人救助行きましたね。さあ、帰ってきたのが見えたので足跡消しながら音密してます。あ、ロッカー隠れちゃったね。うん。もしかしたらもう一人の人、血族つけてるかもしれないね。今のタイミング、完全になんかそういう動きかなと思いました。うん。これ多分、キラーさん。 生存者は見つけられなかったから、うん、ちょっと反キャンプみたいになっちゃったかな。えっとね、 トラッパーのキャンプってやっぱりなんだかだ強いです。で、逃げるポジションを塞いだりとか、もう罠でね、で、できたりとかっていうのもあると思うんで、結構強めだと思うんだけど、まあ、個人的になんだけど、えっ、ー、と、発電機を回すっていう判断、これは大正解です。一人、えっ、ー、と、救助待機行ったなっていうのが見えてたんで、二人で回すあるいはま、一人は最低回すっていうのが絶対必要だと思うんだよね。えっ、ー、と、まあ、救助に正直二人かかるタイミングではないかなって個人的には思う。今の段階だと、一人救助、 まあ向かう人がいて、もう一人が別の発電機回して2、二人でそれぞれの発電機2台回してる構図が正直言うと理想かなとは思うんだけど、この発電機回す判断は正解です。ただ、えっとね、もう一つちょっと意識しときたいのが、 この方は、隠密サバイバーだなっていうのが、なんとなくわかると思うんだよね。ロッカーインするってあんまりないと思うんだ。しゃがみっぱなしとかロッカーインするサバイバーっていうのは基本的には隠密主体のサバイバーだから、安全に救助しか行わない人っていうのがすごく多いです。これは別にそれが悪いとかって話じゃなくて、まあそういう傾向が高いって個人的に見てて思うんだけど、ここに今トラッパー見えてて、多分この辺に多分殺人鬼、 かからすると誰かいたように思ったんだけどなで多分ここ巡回してんじゃないかなと思うんだけどえっと見つけられなかった時にキャンプに戻られると今片方の人が手離してわざわざ救助言ってたそれもスムーズに行えなくなる可能性がありますなので破滅がないのかどうかが今まだ判断できてないのでここで手を離すべきかどうかはわかんないから最初に言った破滅チェックした方がいいよっていうところにも通じるんだけど私だったら破滅チェックをしてて仮にこの破滅がなかった状態で であるならば、えー、とわざとキラーさんの、えー、と視点に、えー、目に入る位置に一回姿出してみますそれで来なかったら来ないで仕方ないそれはもうキラーさんがキャンプをするあるいは救助、えー、狩りをする、えー、そういう判断を取ったんだなっていう判断になるんだけど救助をしやすくしてあげるための動きっていうのも一つ、えー、頭に入れといてもらうといいかなと思いました、まあ、ここで私だったら一回姿見せるかな そししたら救助スムースに行きやすくなるしっていう見方もできるかなと思います。まあ、来なかったら来なかったで発電機も合わせるし、破滅がないんだったら別に、ね、手離したところで大きな問題はないので、えー、そういうやり方も一つありかなと思います。あの、これは若干余談なんだけど、えー、っと、サバイバーが自殺するパターンが多い試合っていう話を私結構聞くんだけど、私ゲームしてるときに自殺するサバイバーは、あの、 グレード制が導入されて以降ほとんど見てないんだけどその要は釣られてる人の目線で見た時にちゃんとこう救助に来てくれそうな人たちとか発電機ちゃんと回してるメンバーなのかっていうそれが多分何て言うんだろうな、うん、自殺しちゃう人のなんか引き金になってる部分 その、境目というかね、なってる部分じゃないかなと思うときが、個人的にはあります。要はだから、この人たちだったら、まあ、耐久してしっかりしようかなって思うみたいなね、そういう話じゃないかなって思うところがあるので、まあ、やっぱ、個々の立ち回りってすごい大事なゲームなんだろうなっていうのを個人的には思ってます。はい。で、えー、っと、この、まず、チェイスの流れ、ちょっと説明しときたいんだけど、 ここ、上じゃなくて、右側のこの下通って、えっ、ー、と、ジャングルポジションでいうところの、えっ、ー、と、固有の右手側のジャングルを目指す方向にチェイスをすべきです。えっ、ー、と、今、ここの発電機つけて、ここの窓枠飛び越えて、えっ、ー、と、2階行って発電機がここにあるんだよね。で、 えっと、今、階段側登っちゃったんだけど、階段登ってこういうルートで降りる形を取ったんだけど、えっと、ランプキンレーンとかでもない限りは、基本的に2階に登って降りるタイプのチェイスっていうのは、まあ、1階までは OK だけど、基本的にはあんまり対応しない方がいいです。なんでかっていうと、落ちた時の膠着がやっぱサバイバーにとってはすごく強く、 強いというか、嫌いにとってはすごく追いやすくなってしまう部分があるので、えっと、強い建物以外の2階からの飛び降りのチェイスっていうのはあんまりおすすめじゃないです。で、えっと、い、ま、使っても1階かな。1階。で、えっと、 基本的になんだけど、やっぱジャングルでチェイスするっていうのが一番強いです。なので、入った時に、ま、あ一回上行って降りるっていうのはなしじゃないんだけど、基本的にはこっち側目指す方向でチェイスをしてもらう。もしくは、こっちから回って、えっ、ー、と、この辺りに板があるんだよね。この辺。この辺に板が、えー、あるのが見えているので、えー、この板ポジからもう一回固有内通って左側のこっち側目指す形。 えー、を取るっていうのが、えー、っと、割と個人的にはチェイスとしては強い、えー、動きになるかなって、えー、思います。まあ、特にだけど、ここの発電機ついてて、ここの発電機ついててって形なので、他の発電機回してもらいながら、こっち側行けば、そこまで大きく邪魔にならないっていうのと、えー、っと、今は発電機が2台しかついてないんですが、 えっとね、まぁ、のらささんだとなかなかね、この発電機管理が難しいんだけど、ここの発電機とかラストまで残しておくとめちゃくちゃキラーからしたらもう追いにくいから、ここ、ここつけて、ここつけちゃえば、基本的にはもう発電機巡回、キラーさんできないよね。で、もう一台の発電機はおそらく右下もしくは左下、どっちかに多分あると思うんだけど、今回の試合ではちょっと確認ができなかったので、えっ、ー、と、一応発電機のポジションここだなっていうのだけは抑えたんだけど、えっ、ー、と、最終的にね、 ここと、ここつけて、で、ここつけちゃうんだよね。ってなっちゃうと、キラーからすると比較的、もう半分から上は、巡回する必要がなくなるエリアになるので、えっと、あんまり、まあ、好ましい展開ではないんですが、とにかく、ここ、え、つけたら、まあ、わかんないけど、こういうつけちゃうか、この真ん中辺かなこの辺、先につけちゃえば、もう上下で確実に分断ができてえー100、100%通電する流れに持っていきやすいので、そのあたりなんかもね、え、意識できると強いかなと思います。ここはやっぱり上じゃなくて、 うん下に行くべきだったかな。降りちゃったね。で、これも、まあ、多分落ちたんだと思うんだけど、上にずっといるべきだったかな。はい。で、車ポジですね。えー、これは、まあ、一周ぐらいはできるか、罠置くか、罠置くね。ということであるならば、えー、右側のチェイスポジに逃げるべきだと思います。こっち逃げたら、確定で一発食らいます、まあ。食らっちゃうよね。 はい。で、ジャングルポジに入ってきました。もうすでに罠がセットされてる可能性高いんだけど、高いんだけど、うーん、まあ、おそらくキラーさんも不慣れな方だなっていう印象が若干あるんですが、えっ、ー、と、今の動きの場合だと、負傷した後、えっ、ー、と、これ考え方がいろいろあると思いますが、えっ、ー、と、 例えば、一窓一パレット、今回の場合はこっち側にパレットがあって、こっちに窓分か,かるよね。で、待つんだったら、まあ、ちょっと罠が怖いっちゃ怖いんだけど、こっちか、ここね。か、ここです。で、外は基本的にこのジャングルの側についてるこれは、えー、基本的には使用しない方がいいです。これは、あの、回るべきじゃなくて、こっちかな。こっちで角待ちの方がいいかな。 個人的にはだけど、うん、もうそのままこっちに行って、ここで待機、ここ、ここかな、待機が一番理想じゃないかなと思います。で、今、キラー側の設置してたと思うので、あ、左下にあるね、発電機が。 で罠設置してたのが分かってる人が解除するのがトラッパー戦の理想になるので、えー、その辺りもね後々解除しに行けるムーブがあるといいかなって感じですで今走ってるのが右側、えー、この右上見てもらったら分かると思うんだけどめちゃくちゃ弱いよねここおかしくないしこの辺もあんまり板もないしなんでこっち側のポジションっていうのは死にポジになるので基本的にはこっちサイドに、えーっとまあ、回復するのであれば、えー、いるのが正解かなと思います 間に合わなくない <laughs> うん。回復持ちがちょっと良くないね。良くないね。これで吐かないと絶対間に合わない。うん。で、えっ、ー、と、イメージとしてできてるかわかんないんだけど、えっ、ー、と、さっきも言ったように、ここ、キラー小屋の前の板。これ、単体で使用するとすごくもったない板になっちゃいます。なんでかっていうと、えっ、ー、と、 窓枠あるよねでここに板があるもう一個先にも板があるってことはここを派生チェイスでえー、っと捉えられないとうーんとそのチェイス自体が単独で終わっちゃうんだよねここの板回りだけで単独でまあ仮に板割られたとしたら次、えー、キラゴヤキラゴヤも回ってキラゴヤの板壊されましたで形で一個一個を独立して考えるんじゃなくてここのチェイスと こっちのキラ小屋を複合的にチェイスしてみる。とか、えっと、こっちともう一個隣の、え板。そしてその下にあるジャングルだね。えそのポジションをうまく活用できるかどうか。えこの辺りがすごく大事です。今倒した板が大体この辺りにある板になるんだよね。この辺かな。この辺にある板になるんだけど、要はここの窓枠と、ここのね、窓枠と、この板。 を複合的にチェイスするでそれらの複合チェイスを経てこっち側の板からジャングル2個えー、と上が1窓1パレットさっき、えー、と罠をこの辺に設置してたんだよねこの辺り設置しててで下が2窓だった、えー、と思うんだよねこっち側が T の字でこっちが L 字だったと思うんだけど、えー、とそれらをうまくこう頭の中で分解して考えてチェイスポジションがうーんと頭でイメージできるとすごく強いですで板壊しました で発電機回してます。うん、キララさんも追い切り型じゃないから、あれだね、結構。 <laughs> 楽な試合展開になりそうなんだけどえさっきも言いましたこの発電機は今回ってるから引き継いだわけなんだけどここの発電機引き継いじゃうと発電機が固まる可能性すごく高くなるのでえーっとまあ釣り数的には今余裕あるんでもうつけれるならつけちゃってもいいと思うんだけど苦しい試合の時にこの立ち回りしちゃうとえーっとまあ脱出はほぼ不可能と考えてもらった方がいいと思います。そのぐらいやっぱり うーんと、なんだろう。うまいキラーさんと戦ったとき、発電機の管理できてないサバイバーの試合っていうのは、基本的にはしんどくなります。でましてや、キラーさんもね、えっ、ー、と、上下、いろいろ歩き回ってるトラッパーさん、えっ、ー、と、多分まあ、キラー、ガッチガチにやってる方では、多分ないと思うんだけど、そういう方の試合でさえ発電機が固まる可能性があるってなると、ちょっと立ち回り的にはしんどいかなって感じがします。うん。 で、これはさっき、えー、自分がチェイスしたときに、えー、あった罠なんで解除する。これすごくいいムーブです。これ必ずね、えー、やってるとトラッパー戦全然楽になってきます。で、えーと、今回してる発電機、これも近くにある発電機を回してる形に私的には見えてしまうので、あんまりよろしくはないですね。この発電機は最悪、今の状況だと残しにしとかないともう余裕で固まっちゃう。 そしてこれは最初に <laughs> 最初に捕まったみんちゃんの罠、えー、2回目の被害者がここにいたねで今釣った瞬間にえと爆発してるってことは悶絶のフックがついてるなっていうのが確定しましたこれでキラーのパークが今3つだねえー、と死恐怖症と血の恩恵と 門の奥で、今、負傷した時に、板のところにね、えっ、ー、と、血の恩恵の効果現れてなかったので、最初にサバイバーが発だあの爆発させた光のトーテム、えー、呪いのトーテムは、えー、血の恩恵だったっていうのがこれで確認できます。で、問題は、まあ、最初に言ったけど、破滅チェックしてないんで、えっ、ー、と、破滅今もうないのは確定してるんだけど、うーんと、まあ、あと一個、なんかのパーク持ってるなっていうのが、えー、今の段階でもわかるって話です。 うん、この、この字型のところ、この街ポジは合ってると思う。正解だね。 えっとこれすごい細かい話になっちゃうんだけど、えっと、ちょっとこのポジションも個人的には気になるかなこれで罠回収した後釣つられてるサバイバーここにいるよねでチェイスが始まりそうだと分かったここえっと 追われてるサバイバーが救助者の近くに行ってしまうと、キラー必然的にこう来ちゃうんで、今左側に救助待機してる人見えたよね。これ、左側。 見える今、向かっててるね。向かっててるよね。この人が救助をしてあげるのの邪魔をしてしまってるんで、このムーブー良くないと、個人的には思います。えっ、ー、と、さっきから紹介してる、この、要はこのマップの地形が頭に入ってるかどうかっていうところの話に直結するんだけど、えっ、ー、と、ちょうどこの発電機だね。最初につけた発電機の付近に今、えっ、ー、と、サバイバー釣られてる状況になってるんだけど、えー、チェイスポージがここね。 こっっち側になってると思うんだけど、えっと、極力南に下る方向で、えっと、逃げてあげるっていうふうにしないとキラーからしったらキャンプもできるしサバイバーを打ってる兼ね合いもあるんで救助はすぐに行けないっていう状況を作ってしまうんで極力この最初に言ったね L 字のこの強い流れを意識してチェイスをするっていうのが、えー、割と大事です逆に発電機が固まってしまった時にその、えっと、キラーを離したい時は右上側 こっち側目指してチェイスするとかっていう形をとってキラーを発電機のないエリアに誘導していくみたいな感じでイメージしてもらうと個人的にはいいかなと思いますこれをね感覚でできるようになってくると結構救助とかも楽になるかなおこの救助はね個人的にねすごくいいあのー ボロタイなないいじゃないで、キラーさんが帰ってきた時のリスクすごく高いんだけど、救助ってやっぱね、行けそうだなって思ったタイミングで抜くのが個人的に一番正解だと思います。あの、私、あんま救助で沼るシーン、配信とかでもお見せすることほぼないと思うんだけど、あの、救助ってね、やっぱね、行けると思ったタイミングに抜かないといけないかなって、個人的に思って,て。 いけんじゃないかなって近寄って、あ、でもボロ体ないしなで、えっ、ー、と、抜くのをためらう人結構いるんだけど、そういう時に限って大体やっぱキラー戻ってきちゃって結局抜けない。で、その人一負傷して、えっ、ー、と、釣り交換してくれるかと思って釣り交換なくそのまま違うポジションに行っちゃって、で要はキラーからしたら単純に一人負傷させれてラッキーっていう状況だったっていうパターン、よくよく見るので、えー、今みたいな90、割と強引に見えるんですが、えー、いい判断だったと思います。 さあ、えー、チェイス始まりましたね。あ以前に比べてかなり、いたぐる、良さそう。良さそうなんだけど、これ一応ちょっと余談をしておくと、ん、若干カメラ追いついてないかなって感じはする。キラーが端っこになっちゃってるんで、 ま、できたらキラーを常にこの辺のポジぐらいで、えー、回れるようになるとより理想値じゃないかなと思うんですけど、えー、昔に比べて膨らみも全くないんですごく綺麗な板黒になってきてると思いますうんいいですね離れるんだなまあでも今のも逃げるポジがこっちじゃなくてこっち右側 えー、ジャングルポジ、二窓が多分この真横にあると思うんだけど、二窓側に逃げるのが正解だと思います。こっちに行ってみて、いいところに罠があると。この罠の IQ 高いな。<laughs> この罠俺も絶対かかると思う。これはの罠の、罠の IQ が高い。それ分からんわ。さあ、今、小有がつきました。で、左側だね。えー、っと、 途中の中で一回解除した罠やっぱり開いてますね自動罠である可能性がすごく高いかなと思います忍者 <laughs> それ最初にかかった罠ぞすごいね1個の罠で3人吊るし上げるトラッパー IQ トラップの位置の IQ が高いめちゃくちゃ高いでさっきも言ったよねこういうためらい 今いける、今しかなさそうって思ったタイミングに抜けるかどうか、これすごく大事なんだけど、ほら、ためらっちゃったよね。まあ、今の罠警戒もあるかもしれないけど、どっちかというと、多分えも、ー、ともとやっぱ9条をためらう方じゃないかなと思います。で、こういうのが、えっ、ー、と、状況によっては、その、なんていうんだろう、きつい状況を生む可能性っていうのがあるんで、結構、個人的には注意したいところかなって感じ。で えー、今、こっち側に逃げてる判断はすごく正解です。これ右上ポジション。えー、さっきも言ってた、あんまり強くないよっていう右上ポジションなんだけど、えー、こっち側に逃げてる判断、これすごくありです。でキラーさんが来てくれたら来てくれたで、えー、最悪ね、まあ、ダウンするのは良くないんだけど、まあ、えーんと、全体としてはね、発電機残り1台なんで、役目的には引き剥がすっていうのができてるんで、これすごくいい、えー、ポジションの選定だと思います。 さあ罠警戒して、えー、引っかからないようにさあ悶絶のフックだねうん でこれまあ罠警戒あの、大事だと思います。大事だと思うんだけど、えー、っとこの釣り数の状況もちょっと確認しながら考えといた方がいいかなと個人的に思うのは、今はやっぱり発電機をいかに早くえー、っと回して通電させるかっていうそっちを意識した方がいいパターンだと思うんだよね。 ま、釣り数カウントでいけば、今、え、7釣り、これで8釣り目になるんだけど、あと1人落とさないといけない。で、発電機的には、あっち側が今、すごく回ってるから、警戒しとかないといけないっていう状況に今なってると思うので、しっかりとそのあたりを意識して立ち回るっていうのが大事かなと思います。で、えっと、向こう側に今、デビキンがいると思うんだけど、デビキンサイドの発電機も1人意識して回せるなら回した方がいいかなっていうのが個人的な印象ですね。 こっち向きにターゲー取りつつ、キラー小屋の方面まで逃げて、で、こっちと向こう一1人ずつで回す、みたいな形とか、えー、でもいいのかなと思います。で、まあ、特にだけど、ね、もうフルカウントまで来ちゃってるし、今この局面だと、まあ、少しでも早く発電機をつけて、えー、っと、ゲートを誰か開けてあげるっていう仕事をしないとなかなか全逃げはこの状況になってくると厳しいかなと思うので、今、みーちゃんがやってるみたいにね、えー、っと、 発電機がない方向にこうキラーを引っ張っ張ていくムー,ブこれいいムーブだと思いますねで、えー、っと次に考えておかないといけないのはこれつけ切った後即ゲートに向かうっていう判断これが大事になりますうんあのー、結構ね 発電機が完了した後にゲートに向かわないサバイバーの人結構多いんだけどあの発電機完了後は何よりもまずその回復よりも優先的に あの発電機を回す、えっと、ゲートを開けるっていう行為をしてもらうのが一番いいです特にだけどオブセチェイスマーク動いてるときとかだとあのその人がチェイス頑張ったらゲート開けてそのまま逃げられる可能性があると思うんだけどフルカウントの状況のときだとそれが遅れちゃうとどうしてもやっぱり間に合わなくなる可能性があるんで、えー、とにかくサバイバー同士はゲートに向かうっていうのが大事かなと思いますはい。 まあ、ゲート前のね、ようやった、ようやったっていうあれもね、えー、ほどほどにしてもらってって形かなと思いました。はい。というわけで、まあ、えっ、ー、と、今回気づいたところのお話、いろいろさせてもらったんですが、えっ、ー、と、非常にね、えっ、ー、と、なんか上達が見えてきてる部分と、えー、逆に言うとそのマップ理解度とかがまだ、えっ、ー、と、少しね、不足してるんじゃないかなって思う部分、ね、いろいろあったかと思いますんで、えー、おさらいがてら、まあ、このマップだね、えっ、ー、と、しっかりと意識して覚えてもらう。 えー、形でね。まあ、大体形一緒です。基本的には。その、ジャングルの生成が若干違ったりだとか、他の生成ポジションが違ったり、えー、発電機の生成ポジションが違うっていうのはあるんだけど、基本的にそのマップごとに特徴的な、えー、っと、ポイントっていうのは必ずあります。で、特に、マクミラン系統、えー、チェイスしやすいエリアがほとんどです。シェルター打つ以外は基本的にはチェイスしやすい、えー、マップがほとんどになってますんで、このあたりしっかりと意識して、えー、っと、またね、次の対戦の時には、あ、コールタワー来た。あ、じゃあ、 L 字のね、えっ、ー、と、キラー小屋から南に下っていくルートがすごく強いんだっていう、その部分、えー、しっかり頭に入れていただいて、次のチェイスポーチがイメージできるようになれば、えー、幸いだなというふうに思います。というわけで、今回はこれにてお開き、また来週。